こんにちは。知財経営で日本一になる草野です。今回はアイディア、技術、商品などを真似されるパターンとその対策についてお伝えします。今回お伝えする話はビジネスをする上で死活問題になりかねないような重要な話ですので、ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。まず、いいアイディア、技術、商品、サービスといったものは真似されることが世の常なんです。少し考えてみるとわかると思いますが、その人の真似をした方が時間もコストも下げられます。例えば、アイディアを考える時間や商品開発にかかる時間、それから人件や開発費など、いろいろかかるわけですね。真似することによってこれらを削減できるわけなので、誰かが真似しないわけはありません。で、それから、すでに売れているものを真似すれば、売れる可能性が高いとわかるわけですね。で、人の真似をするメリットはたくさんあるんです。そしたら普通に考えて人の真似しますよね。ということで、いいアイディア、技術、商品、サービスなどは真似されるということを前提に、その真似されるパターンをお伝えします。ここでは主なパターンを7つお伝えします。まず1つ目は、商品サービスの売り込みや販売です。これは一番想像しやすいかと思いますが、商品やサービスを企業に営業して売り込んだり、あるいはネットや店舗で一般販売をすると、その商品サービスの内容って分かってしまいますよね。で、それらが素晴らしいものだったり、売れているものだったら、当然真似したいと思う人たちが出てくるのは普通ですよね。皆さんも日頃商品を見ていて、似てるものあるなと思うことあると思いますけども、やっぱりその売れてるものに寄せていくのが普通なんですね。なので、いいものだと自負している商品サービスを売るときは、それらが真似されることが当たり前だと考えるべきです。2つ目はアイディアの売り込みです。これは中小企業や個人の発明家の人などに多いんですけども、その自分の考えたアイディアを企業に売り込みに行くというのはよく行われています。よく主婦の方なんかですね、その日用品のアイディアを考えて、それを売り込みに行ったりします。で、その時に説明資料や試作品を持ってプレゼンをしに行くわけですが、そのアイディアが素晴らしかった場合は、もちろんね、その買い取ってもらえることもあるんですけども、ただ、買い取ってくれずに、ただ、それを真似されて終わるということもよくあります。最近の話だと、ユニクロのセルフレジの件が話題になりました。こちらです。で、商品をカゴに入れたままくぼみに入れるだけで、あとはタッチパネルを操作すれば会計ができるというものです。で、これ実は、とある中小企業がセルフレジのアイディアをユニクロに提案したところ、ユニクロがそれを勝手に使ってしまって、それで特許侵害訴訟で今揉めてます。なので、ユニクロのセルフレジは、もともと中小企業の人が考えたものらしいんですね。このような悲劇があり得ます。3つ目は展示会での出展です。一度は参加したことがある人も多いと思いますが、その技術や商品などを展示する展示会があちらこちらで行われています。僕も技術動向を調べるために、東京ビッグサイトや幕張メッセなどで行われている展示会によく行きます。例えばドローンの技術とか社会インフラの技術など、そういったものを見ました。展示会では自社の技術や商品などを宣伝するために展示することになりますが、この時に真似されるリスクがあります。当然、競合や業界の調査に来ている人たちもたくさんいます。ので、そのような人たちがいいアイディアやその技術、商品などを見た時に真似をするというのは必然的なことです。なので要注意ということになります。続いて4つ目はアライアンスです。2社以上の複数の会社で共同開発などのそのアライアンスをすることはよくありますが、この時にそのアイディアや技術などを真似されることはよくあります。アライアンスと聞くと聞こえはいいんですけども、実際はアイディア技術などを吸い上げるためということもあるそうです。で、よくあるのが、中小企業が大企業とアライアンスを組んで、それでアイディア技術などを取られてしまうということですね。で、これがかなり問題になっていて、今調査が入ってます。で、大企業とアライアンスとなると、大企業の言いなりになってしまって、大企業が有利な契約を結ばれてしまうことがあります。で、中小企業からしたら、大企業とアライアンス組めるよっしゃっていう感じになるかもしれないですけども、そういった時にですね、油断しないように気をつける必要があります。5つ目は転職です。これもかなり深刻な問題になってますが、その従業員や役員が他の会社に転職をして、で、その時にその自社の技術などの情報を流出させてしまうということが起きています。で、実はこれ中小企業だけではなくて、大企業でも、大企業の社員が海外の会社に転職をして、で、その時に技術情報が流出して問題になっています。で、これはですね、国全体の問題なんですね。で、続いて6つ目はクラウドファンディングです。クラウドファンディングは資金を集めるためにその自分のアイデアの詳細を公開するわけなんですけども、よく狙われます。で、僕も災害遭難救助要請用のドローンの件で、そのクラウドファンディングで資金調達をしましたけども、その時に担当者の方から聞いたのが、やっぱりそのクラウドファンディング上でそのアイデアがよく真似されるということです。で、クラウドファンディングの場合は、その資金が集まっている人気プロジェクトが一目でわかるので、真似する側にとっては非常に都合がいいものと言えるわけですね。これ真似すれば売れるみたいな感じです。なので真似されるリスクが高いです。で、最後7つ目は開発の依頼です。で、事業では商品サービスの開発を他社に委託することも多いわけなんですけども、その時にその開発受託先に真似されてしまうことはあります。で、開発の相談や依頼をするにあたって、当然詳細情報を伝える必要がありますが、実はこの時にもリスクがあるということですね。恐ろしいですよね。以上、主なものをお伝えしましたけども、他にもパターンはあってですね、例えばスタートアップが行うようなそのピッチイベントとか、あとは皆さんが使っているようなその SNS での公開、それから知り合いに話すとか、そういったところでも真似されることはありえます。なのであらゆる場面で注意すべきです。あと一応お伝えしておくと、その真似されるってことはいいことでもあるという捉え方もありますので、そこはですね、一応頭の片隅に入れておいていただければと思います。で、以上を踏まえて真似されることに対してどう対策すればいいのかということについてお伝えします。で、ここでは4つ対策をお伝えします。で、まず1つ目は知的財産権で守るということです。知的財産権はこのチャンネルでメインの分野ですね。で、知的財産権でいうと、例えば特許ですとか商標権、それから衣装権といったものがあります。で、例えば技術的アイデアやビジネスモデルであれば特許で守る。で、それから商品名やロゴマークなどの目印であれば商標権で守る。で、それから商品のデザインであれば衣装権で守るといった形です。で、特に特許はうまく取れば広い範囲を守ることができますので、その自分たちが使うアイディア技術だけではなくて、そこに関連するアイディア技術も守ることが可能です。で、守りだけでなくて資金調達やマーケティングなどにもかなり使えるので、ぜひ活用いただきたいです。で、2つ目は秘密保持契約 NDA を結ぶということです。で、 NDA は自分のアイディア技術などの情報を勝手に公開されたり使われないためのものです。特定の会社とやり取りをするときは結ぶのが安全策です。先ほどのパターンだと、商品サービスの売り込み、アイディアの売り込み、アライアンス、転職に備えた従業員との契約、それから開発委託といった場面です。どうしても大勢の前でアイディアを公開する場合は NDA を結ぶの難しいんですけども、その個別だったら割と結びやすいんですね。ただ NDA を結ぼうとすると相手側から嫌がられて、それでやり取りが遅くなることもありえますので、絶対に結んだ方がいいというわけではないことはご理解いただければと思います。で、あと NDA だと効果が十分じゃない場合もあるんですね。で、例えばアイディアを相手に話して真似されてしまった時に、相手の言い分として、いや、うちもそのアイディアは元から考えてたよと言われかねないんですね。なので必ずしもその NDA を結べば OK というわけではないことはご理解ください。で、3つ目は真似されても支障のない範囲で話す、公開するということです。相手にアイデアや技術などの情報を話すときに、その全部さらけ出すんではなくて、一部の情報だけ伝えるんですね。重要なノウハウなどは話さないようにして、仮に真似されても差別化できるようにしておくことが大事です。例えばですけども、部品や原料の仕入れ先とか、それからアルゴリズムとか、あとはそのプロダクトの設計のパラメーターとか、そういったものは話さないでおくということですね。4つ目は不正競争防止法による保護を受けるということです。不正競争防止法はその知的財産に関する法律なんですけども、これはその特許などの知的財産権を取っていなくても、この法律でカバーできる部分がありますということです。例えば情報漏洩とか、その商品の形態の模倣に対して違法行為と定めていますので、これは知っておいた方がいいです。で、特にその社内の重要な情報である営業秘密、言い換えると企業秘密、これを守ることがとても重要です。で、昔の動画で説明しますので、ぜひ見てみてください。ということで、以上アイディア、技術、商品などを真似されるパターンと対策についてお伝えしました。で、今日お伝えしたことを簡単にまとめると、まずその真似されるパターンというのが、商品サービスの売り込みや販売、アイディアの売り込み、それから展示会での出展、それからアライアンス、それから転職、クラウドファンディング、開発の委託になります。で、それから対策が知的財産権で守る、秘密保持契約を結ぶ、真似されても支障のない範囲で話す、公開する、不正競争防止法による保護を受けるになります。今日お話ししたことは事業上死活問題になりかねないことなので、しっかり認識しておいていただければと思います。で、守り方がよくわからなかったら、弁護士や弁理士、それから知財コンサルといった専門家にご相談してみてください。それでは今日の内容は以上となりますが、引き続き知的財産のことを中心に役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひ今後もご覧いただければと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました。それではまた。